はいどうも、ヘビフロッグと申します。精子と呼ばれる細胞が存在しますよね。運動能力のある生殖細胞です。卵子と融合することにより生命が生まれますよね。というわけで今回はそんなオスに存在する精子を観察します。人間のものは生々しいので、今回は人間以外の動物のものを観察します。というわけで今回観察する生物はこちらです。タニシです。実はオスのタニシにも精子が存在します。どのような形をしているのか気になりますね。それでは早速観察しましょう。まずはオスを見つけましょう。お、いました。こちらがオスのタニシです。メスのタニシはこのように触角が両方ともまっすぐです。それに対してオスは片方だけゼンマイのように丸まっています。というわけで精子を拝借しました。こちらをスライドガラスに乗っけます。ほら。そしてここに薄めた生理食塩水を落として混ぜます。それでは早速観察しましょう。というわけで早速観察しましょう。こちらがタニシの精子です。この距離ではよくわかりませんね。近づけます。うわ、長細いものが大量にありますね。お、動いてる動いてる。長細いものがピロピロと動いていますね。おお、早い早い。とても元気です。高速で体を波立たせていますね。少し不気味ですが、紛れもなくタニシの精子です。ただ実はこの精子、異形精子といって正常なものではありません。実はタニシの仲間は異形精子という受精能力のない精子を持っています。それでは正常な精子を探しましょう。お、いました。動いていませんが、こちらが正常な精子です。正常なものは人間の精子に似ています。こちらは異形精子です。形と大きさが全く違いますよね。ちなみにこの異形精子は奇形というわけではありません。必ず一定数いますが、なぜ存在するのかは解明されていません。というわけで今回はタニシの精子を観察する動画でした。人間とは少し違って面白いですね。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。